血糖値上がるぜ。今この中にいる人たちの誰よりも血糖値が高い自信がある。そう、知らない人には教えよう。ヘモグロビン A1C 9.8 よ、空腹時血糖360、入院時にはインスリンの注射を毎食事打ってたぜ。だけど退院してからは病院も行かないで好きなもの食べて今日まで来た。いえ、もう今は血糖値どうなってるか分かんない。テンションと血糖値は常にハイ。そう、分かるかい。いえ、俺の名前は範之石川、今年36のボーイ。いえ、いつまで経っても忘れねえ初心。いえ、堪忍しな、お前らもよ。土曜日から日曜日、今日が一番放送を聞ける日。そんな用事も全部取っ払って今日はライブ放送聞きながら眠りにつきな。でも眠るぜって言ったら覚悟しな、お前のその首かっ切るぜ。いえ、アーピしたらダメだぜ、ここは一番俺がアピールする場所。いえ、少女から童貞までみんな来い。いえ、テンション上げてくっしょな、へへい。何やってんだろうね。警察官もいるし大変だ。なんかあのかぶり物してるやついるじゃない、配信者じゃない、あれ、あれ、あ、ひどんなさんですか。そうです。どうも、すいません先生、あのちょっと分かんなくて、なんかオーラ的に、いやいや石川さんほら、あ、はいはいはい、トッツしちゃいけないから、あ、いやいや違うんですよ、全然いいですよ、いやいやいや、いやいや、いいんです、いいです。いつもね、石川さんもよく見てると思う。本当ですか？ありがとうございます。今日も奇抜ですね、なんか。ついたな、ほら、ね。みんな怒られてるじゃないですか。いやいや、やっぱ、まあ、時たタイミングで。今日何してですか、この辺で。え、なんか、お釜の日なんで、今日ね。あ、今日、お釜の日。へ、4日で。そうなんですよ。ひどなさんで一応、お釜、お釜なんですか？お釜ですよ。私、お釜ですよ。お釜なんですね。そう、柔道がめっちゃ強い人ってイメージなんで。本当ですか？柔道ダンですもんね。まあ、僕1級なんですよ。柔道だって3段とかですもんね。そうですね。あ、ね、2段です。あ、2なんですか？2段。うーん。石川さんも痩せました？そうですよ、最近糖尿病で。ちょっと痩せてきてるんですよ。どちら、どちらですか？お構いまいと言います。あ、お構い B 級でお構いまい。あ、お構いつながりで。お構いつながりで。あ、そうなんですね。あ、お構いのつながりで。へぇー、ちょっと広げてますね、お構いを。そうなんです。私ですか？いや、ふわっちでもマイナーなんであれですよ。いや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 、うん、さっきはまたふわっちメインですか？あ、そうですね。あ、そうなんですね。今日朝まで。朝まで。いやいや、もう帰りますよ。これから帰るんですか？帰ります。え、今日は男ゲットしていかないですか？今日よくつぶやいてるじゃないですか、ツイッターに。なんかもうなんかホテルかなんかで、いや、なんか男帰っちゃったんだよねとか言ってしょげてつぶやいて、そう、なんかこう配信でこうね、デートしていけるのかなと思ったらね。今何してるんですか？僕ですか？徘徊してました。徘徊ですか？いや、週末歩いてるんですよ。ネタも厳しいじゃないですか、やっぱ配信って。だから、なんかいいネタないかなと思って歩いてた。石川さんすごいですね、アクティビティで。いやいやいや、とんでもないです。ちょっと悪口言ったんですよ、そこで。なんで悪口言ったんですか？2人見た時、あ、絶対絡んじゃまずいなと思って、オーラ的にふわっちだぞとか言って、ね、離れてって、でもなんかちょっと、もう一回見てみたいなと思って、パッて見たら、ひどなさんだったんで。いや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 、気づいたんだけど話しかけてないだから。あ、気づいたんですね。あそこは、あそこで、ああ、気づきましたすぐ。オーラが違います。始まった始まった、ね、始まった始まっちゃったよこれ。違いますか。いや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 、もう気をつけて。はい、ありがとうございます。また、はい、よろしくです。はい、どうも、はい。殴られ屋っているよ、殴られ屋。マジ。殴られ屋って言ったよ。なんすかこれ、殴られるんですか？殴られるんです。チャレンジじゃないですか？これ1回いくらでやってるんですか？1回一応2000円で、30人2000円でやってるんですけど。どうですか、面白かった？なんか配信ですか？そうです、インターネットの生放送やってるんですけど。あ、なるほどですよ。へぇー、それで飯食ってますか？飯結構食えてんすか？そうっすね、ぼちぼち慣れるときは1日4万とか上がるときは。4万、はい、マジで。え、もともとそういうなんか格闘みたいなスポーツやられてたんですか？あ、ボクシングやってて、はい、やってみようかな。じゃあ、ちょっと待ってよ、あるかな、ちょっと千円札、ちょっと待ってね、見てみるね。すみません、ありがとうございます。大きいのしかないかもしれないから、ちょっと待ってよ。よし、マジで。あ、結構
当たんないのかな、やっぱ当たる？大丈夫？よし、昔柔道やってましたね。柔道っす、柔道っす。あ、ちょっと集中してやらない。よし、OK です。頑張ってください、石川さん。頑張るよ。頑張ってください。ピーちゃん頑張るよ。頑張って。初めてやる。楽しみ。人殴っていい。なんかパフォーマンスだそうです。はい。はい。30秒測って。30秒。30秒ですよ、石川さん。行きますよ。逃げない。逃げ。行きます。少し。少し避けたり。はい、用意。レディー、ゴー。はい。さあさあ。うわあ。うわあ。結構走ってる？うわわわわわわ。そう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 。そう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 。うわあ。いやあ。うわあ。やばい。うわあ。おそ。事件じゃないよ、これは殴られ屋ですから、はい、終わり終わり。めちゃくちゃ強いじゃないですか。あ、最後、ダメ、気をつけて。危ないから、危ないから。大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。さっきブラフラになっちゃった。あ、どうしたんです。すいません、すいません。うわー、ボディー、ボディー来ました。結構あるよ、あの、バットでミスとか、なかなか人、殴るって聞かないんで、殴られやちょっと、ありがとうございます。興奮しました、あざした。上田くしは、いつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。